ね、気がついたら毎日のぞみちゃんだけでこの店よう持ってるな。いやいや、持ってるなとかじゃなくて、うん、1日の売り上げ、私のこのコーヒー1杯300円だけなんやで。あ、ほんまに大丈夫なん、このカフェ。考えてます。私もちゃんと考えてます。そうやったんや。なん、何を考えてんの。あのね、自社ブランドってあるでしょ、よくある、うん、ほらスーパーとかコンビニとかで、うん、あれ結構流行ってるやん。あ、なんか安くていい商品でお得な感じする。そう、うちもさ、からこの自社ブランド商品を作ってみ、売り上げがブワーやで。うわー、いくね。いいよいいよ。で、どんな商品？それはね、やっぱりね、こうね、うん、何か売りになるものをね、うん、考えないかなと思ってね。せやな、どんな？ないよね。ないの？いや、もう出ました、マスターの思いつき。もうそんなんやから、グッグーンと売り上げ下がんね。そんなこと言わんと一緒に考えてよ。いいけど、そうやな、お店の一番の売り。せやな、それを商品にしたらいいんちゃう？だからそれね、あのね、よう言うてくれて、 うちのね、この一番の売りというのはね、ないな。ないんですか。ああ、もうこの先何もない。大丈夫ですか。ああ、このカフェ、強いて言えば、強いて言えばこのカフェの、はい、まあ、マスコットのマスター。マスター、マスコット、マスター、マスターかな。え、それを商品にするつもりの関連商品なんかをね。はあ、メニュー株は返品の嵐が 100% 売れません。いやいや、この等身大のね、マスターの人形とか、いりません、お金もらってもいりません。っていうか、マスコットって言ったら私やろ。のぞみちゃんのこのマグカップとか売れるんちゃう。また自分や。あなたお客さんですか。マスター、どうかな。私はのぞみちゃんカップに一票ですけどね。だって前にね、ロゴマークを考えようっていう会の時にマスターが描いた絵覚えてます？どっかにないかしらね。なんかコーヒーズズズズズって飲んでるっていうあれは売れないと思いますよ。そうですか。まあかばうわけじゃないですけど、はい、私はまあマスターの発想力に一票ね、投じてなんとか期待したいと思いますなんとかっていうのもあれですけど、ね、さて、そんなあのマスターのような飲食店ですとか、はい、小売業などがですね、小売店などが企画した独自の商品、はい、実はこのように呼ばれてるんですね。はい、プライベートブランド、略して PB と言いますね。はい、よく聞きますね。はい、はい、あのナショナルブランドというですね、うん、メーカーが商品につけるブランド、これが一般的ですけども、はい、プライベートブランドというのはメーカーではない小売店、卸売業などが商品を企画します、はい、そしてその商品を自社ブランドとして販売すると、そういったものなんですね。うんうん、代表的なものは、例えばセブンプレミアム、ありますよね。いいですよね。はい、うん、それからイオンのトップバリュー、これもね、非常にあの大きいブランドですけれども、うん、使ってますね。はい、あと滋賀ならではでしたら平和堂ですよね。そうですね。はい、平和堂にもあります。はい、いいわという自社ブランド、これがプライベートブランドなんですね。うん、はい、ネーミングもいいですね。いいですね。はい、うん、そんな、プライベートブランドなんですけども、はい、なぜここまで増えてきてるか、うん、そんな背景などをですね、ビズログで詳しく解説していきます。はい、ぜひお願いします。改めまして、メインナビゲーターを務める南あずさです。そして荻窪照明です。お知らせを挟んで、滋賀県のさまざまな企業にフォーカスするビズラボをお送りします。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボです。さて、荻窪さん、こちらのね、名刺入れ、素敵だと思いませんか。これ名刺入れなんですね。そうなんです。綺麗ですね。使いやすそうですよ。ちょっと触ってみます。はい、軽くてね、使いやすそうなんです。軽い、色も形も美しいですしね。はい、和のテイストも感じますよね。そうなんですよ、違いが分かりますね質感も素晴らしいんですけれども、こちらの名刺入れは2017年度グッドデザイン賞を受賞しています。手掛けるのは明治6年創業の伝統工芸品の会社です。新たな試みで新しいステージへと向かわれています。ご覧ください。滋賀県守山市、趣ある家屋に本社を構えるのは、創業明治6年の清原織物。古代エジプトより人から人へ受け継がれ、およそ4000年の歴史を持つ
つづれ織を継承する滋賀県唯一の織元です。明治6年に創業して以来、結納などの儀礼的な贈答の際に使う掛け服さや舞台の緞帳、着物の帯など大切なシーンを彩る織物を提供してきました。その他にも全国各地の祭りの神輿を飾る幕地の制作や文化財の復元などの仕事も手掛けており、皇室に爪掛き本つづれ織を献上したこともあるほどです。滋賀県の伝統工芸指定を受けています。つづれ織は京都西陣の最も古い織り方の一つ、その中で爪掛き本つづれ織と呼ばれる独特の技法を継承しているのが清原織物です。実際今幕地の製作をしているところで、ギザギザに研いだ爪先を使ってちょうど織っているところになります。今こちらに見えているこの白いのが、縦糸になりまして、でこの柄を織った部分は、横糸しか見えていない状態になります。で、つづれ織は縦糸を隠さなければいけないので、通したこの横糸を通しているんですけれども、これをこう爪で押し込んでいるような作業になります。まさに指の芸術と呼べるつづれ織、一朝一夕では得られない職人の高度な技が美しく味わい深い伝統工芸品を支えています。つづれ織の特徴としまして、縦糸が見えない独特の構造になっていますので、見えているのが横糸だけになります。なので透明に見てもくっきり見えるような組織構造になってまして、でなおかつ手織りですので、こういった細かい繊細なグラデーションを職人の手加減で作ることができるので、より原画に近い難しい繊細な表現ができるっていうのが手織りのつづれの特徴になります。およそ4000年もの時間をかけて継承されてきたつづれ織、唯一無二の伝統と技法が滋賀県の地に脈々と受け継がれているのです。しかしながら、つづれ織などをはじめとする伝統工芸産業の現状は決して明るいものではありません。伝統工芸産業は年々縮小傾向が続きます。少子高齢化、後継者不足、生活用品に関するライフスタイルの変化など多くの課題と直面しているのです。滋賀県ではオンリーワン、国内でもトップクラスの清原織物も例外ではありませんでした。現状は、祖父がやっていた時代が最盛期だったと思うんですけど、その時期に比べればかなりその売上注文っていうのは落ち込んでますね。最盛期はまず職人の数が150名以上、今約15名ぐらいですね。自分たち作ってるものが結納に使うお道具の一種だったので、まずその、結婚式とか結納自体にあまりお金をかけなくなったっていうふうなのが一番大きな要因であるのと、あと、着物の帯も作っていたんですけれども、着物業界全体的にもうやっぱ低迷してますんで、そういう、晴れの日にあまりお金をかけなくなったっていうのが要因の一つかなと思います。清原専務は代々受け継がれている清原家の次男です。歴史あるつづれ織ですが、非日常的な商品が多く、その存在は一般にはあまり知られていませんでした。ライフスタイルの変化に伴い低迷する老舗の現状を危惧し、4年前に10年以上勤めた建築関係の仕事を辞め、伝統工芸の世界に飛び込んできました。現在は自身もつづれ織の職人を務めます。まず清原専務が考えたのは、つづれ織を知ってもらうこと。
先代らが築き上げてきた職人との信頼関係をはじめ、技術や品質には絶対的な自信があります。まずは知ってもらうことで何かが動き出すと感じていました。その思いを込め導き出したのが新ブランドの立ち上げです。総八の誕生です。婚礼や祭りなど特別な日に使用する商品が中心だった清原織物。新ブランド総八のラインナップを見ると、名刺入れや蝶ネクタイ、マグネットなど年代や性別を問わず誰もが手にすることのできる商品が揃います。人と人が交わるシーンがビジネスシーンは多いので、特にこの名刺交換なんかの際にやっぱり人の名刺ってこう目に入ってしまいますので、その時にちょっと会話が生まれるきっかけになれば、まあ、これはうつづれ織って言ってみたいなこう会話ができれば、それがあの歴史をバトンをつなげる小さな一歩になるんじゃないかなっていうふうなことで名刺を最初に作りました。あのこういうかがり糸のとこ、これがあの千鳥掛けっていうんですけれども、この構造ですとそういった収納部分がなくても伸縮性があるという、これが立派な機能だなっていうふうに思いまして、このかがり縫いを取り入れて、であと強度も結構あの強くてですね、あの本革の最大5倍というふうな引っ張り強度がありますね。そのあたりが特徴になります。そして商品の完成を受けて清原専務は滋賀県とのつながりも感じたそうです。総八のラインナップの中では色が大切なポイントになってくるんですけれども、あのそういった色選び配色などを考えるときに、あの滋賀県の豊かな自然から色のインスパイアを受けているなと思ってまして、これも例えば綺麗なブルーなんですけど、琵琶湖の色からイメージしたものを採用したりしてますので、そういった意味ではあのこういった環境の中だからこそ生まれた商品だなと思います。立ち上げから2年、総八は徐々に成果を上げています。2017年には名刺入れがグッドデザイン賞に選ばれました。まあ、自分が今までやってきたことが、不安なところもあったりしたんですけれども、そういうのがきちんと評価していただいたの で自分的には大したことをやったつもりはないんですけれども、つづれ織そのものにやっぱりそれだけの魅力があったんだなっていうのを再確認できましたね。売上規模としてはまだまだ小さいんですけれども、個人のお客様から直接ご注文いただいたりとかです。あとあの、有名なあの企業様からコラボのお願いをお話しいただいたり、あとあの、現在開催中なんですけれども、あの渋谷ヒカリエの D47 ミュージアムというところでおあつらえ展、全国47都道府県のおあつらえ展に滋賀県の代表という形で出させていただいていますので、結構手応えは感じていますね。総八はつづれ織の新たなブランディングの中心となり、その素晴らしさを伝えるための広告塔の役割を担います。しかし清原専務は次なるステップを見据えます。まずその総八っていうものがまだまだ事業としては小さいので、それをもっと太く大きい事業にしていこうかと。で、それに必要であれば新たなブランドを作ったり、で新規の販路拡大をやりつつ、大元の、爪を使ったつづれ織の方ですね、あちらの方のブランディングも同時にやっていって、で、職人さんの育成ですね、はい、そういったことをやりながら、その次の世代の方につないでいきたいなと思います。手に取っていただいた方がに喜んでもらえるようなあの仕事ができたらいいなと思ってやってます。やはり伝統的なものなので、残せるものはあの現代風にアレンジしてでも残していけたらやっぱりいいことだなと思いますけれど。明治6年創業、県内屈指の老舗が挑む新たな試みは、
まだ始まったばかり。結果本当にわからないんですけれども、何もやらずに黙っていても絶対良くはならないはずなので、だからその挑戦ずっとし続けないと結果はついてこないんじゃないかなと思っているので、やれることはやっていきたいなと、はい、思います。低迷する伝統工芸品産業、伝統と高い技術力を持ちながら、その灯火が消えかけている伝統工芸品は少なくありません。清原織物は伝統と高い技術力を今の時代に合わせて形を変えていくことで、つづれ織そのものの存在を知ってもらい、継承していこうとしています。その成果は少しずつですが、実を結びつつあります。およそ4000年の歴史が紡いだ物語は、豊かな自然に抱かれた滋賀の地で、新しい価値を生み出そうとしているのです。さあ、こちらに総鉢の商品が並んでいますが、色が本当に綺麗ですよね。うん、鮮やか。でまたね、これ蝶ネクタイですけど、ユニークですよね。ねえ、おしゃれ。似合うんじゃないですか。つけてみましょうかね、今度ね。いい、あの、私は、まあ、マスターの方に似合うかなと思ったんですけど。あ、マスターいつも黒ですからね。うん、でもね、あの、はい、VTR の中にもありましたけど、はい、どちらかというと日常的でない商品が多かったんですよね。でもこうやってあの手に取って触ることのできる、はい、身近にあるということで、はい、こんなのがたくさんありますとね、つづれ織を知るいい機会になるんじゃないでしょうか。そうですね、伝統工芸品っていうのは我々が使ってこそ継承していくものですからね。そうです。はい、ぜひ伝統と技術が詰まったものだからこそ価値が高いと思われるんでしょうね。また新しいブランドの立ち上げの可能性もおっしゃっていましたから、清原織物の今後に注目です。さあ、お知らせの後はビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを解説コメンテーターの荻窪輝明さんに分かりやすく教えていただきます。さあ、今回のテーマはプライベートブランドですね。はい、はい、略して PB、オープニングでもご紹介しましたけれども、メーカーではない小売店などが商品を企画しますと、はい、それを独自のブランドとして販売しますと、うん、そういうものでしたね。はい、ではなぜここまでプライベートブランドが増えてきたのか、その背景をですね、こちらにまとめてみました。はい、どうしてでしょうか。はいはい、たくさんありますね。うん、まずもともとプライベートブランドというのは、流通の経路でですね、メーカーが作る、でそれを卸し問屋に売る、はい、で問屋から小売店に売ってお客様のもとに届けられると、段階を経るごとに、どうしてもその度ごとに利益が乗ってきますから高いんですけれども、はい、プライベートブランドの場合は、小売の方がですね、商品企画から販売まで全部お一人でまあやってるようなものなんですね。一括して、はいはい、だからまあ低価格でできると、結果的に稼いできた分の儲けがその分手元に残るということで、はい、利益も高いわけですね、小売順だと。ただ以前はナショナルブランドといってメーカーが商品につけたブランド、あちらがまあ表で、どちらかというと裏の存在、代替品としてましたので、確かに低価格なんですけども、安かろう悪かろうと思われてた時期もありました。セカンドブランド的なね。そういうことですね。ところがまあ風向きが変わり始めたのが、まあ、無印良品というですね、ちょっとあのおしゃれなプライベートブランドが出てきた頃ぐらいですかね。はい、ああいったもので、あ、プライベートブランドってひょっとしたらいいのかなという時代に入ってきました。うん、でその頃ナショナルブランドはと言いますと、バブルが崩壊した後ですね、はい、長らかの不況デフレが続きましたので、どうしても値段を下げざるを得なかったんですね。はい、そうするとプライベートブランドとナショナルブランドって一緒の値段ですよね。うん、そうですね。うん、そしたら別に低価格でも悪いってことはないですよねっていう浸透のあの始まりになりましたね。なるほど。はい、それからナショナルブランド自体もちょっとあの不祥事があったりとかしてですね、あのブランドイメージがまあ低下することもある中で、今度は仮想店舗というのが出てきました。仮想店舗、はいはい、インターネット上でですね、商品を売るというですね、時代に入りましたから、リアルな店舗、実店舗としてはこの仮想店舗とかナショナルブランドに対抗するために、プライベートブランドっていうのはもう顔としてですね、戦略として安くていいものをお届けしましょうというふうに変わってきた。でそこにデフレから少しずつですね脱却して、ちょっと高いものでも買おうかなという方向けに
プレミアムをつけたですね、はい、高品質なプライベートブランドを出してきたんですよね、それが大当たりしまして、安いものもよく買えると、はい、で高いものを高品質で買えると、消費者ニーズを完全にマッチしたということで、どん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 プライベートブランドが、表の顔に変わってきたということです、二極化がいい例ってことですよね。はい、これは完全にはまりましたね。なるほど、はい、では今後どう展開していくかなんですけどね、はいはい、今後やっぱり気になりますよ ね、 そ、 うですね、はい、そちらもまとめてみました、はいはい、まずはミレニアル世代なんですね。どういった世代でしょう、はい、2000年以降に成人ないしは社会人を迎える方、はい、まあ、生まれ年でいくと1981年生まれから、まあ、いろいろありますけど2000年前後ぐらいの生まれの方まで含むとも言われていますが、あの若い方の感覚としては SNS これ大丈夫ですよね、それからもう一つ所有ではなくて共有、以前番組でご紹介したようなシェアリングエコノミーですね、民泊ですとかカーシェア、それからブランド品じゃなくても安くていい品質のものであればこだわらず買いますという世代でもあります、はい、だからこそ世界ではあのアマゾンという会社がありますね。巨人ですね。巨人ですね、物流業界にどん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 進出してきていますし、はい、日本でもZOZO スーツでおなじみのZOZOタウンですね、はい、スタートトゥデイという会社がやってますけれども、こちらがプライベートブランドへ参入しています。というふうにプライベートブランド商品、新たな商品をどんどん開拓する企業が出てきたことと、はい、それからプライベートブランドを今まで扱ってきてなかった異業種が参入してくることになったと、そこでこれからおそらく異業種同士のまあ再編、一緒にくっつこうよっていうのがですね、はい、同業種じゃなくて異業種同士でくっつくという時代にもなってくるかもしれません、いい意味での再編が行われるということでしょうか、ね、はい、ですから今後行われるとすれば、はい、デフレの時代を脱却すると、でプライベートブランド商品が定着する、そしてさらには流通業界の地図を変えるまでに至るかもしれないなという印象を受けています。どんどん変わっていきそうですね、はい、目が離せませんね。そうですね、はい、以上ビズログでした。続いては経済ウィークリーです。竜王町で24日町内に立地している企業などが参加する経済交流会が開かれました。竜王町経済交流会と名付けられたこの会は竜王町が毎年開催しています。大企業の工場などが目立つ竜王町ですが、町内立地の企業や経済団体、行政などが最新の情報を共有することで企業が活動しやすい環境づくりを狙いとしています。この日は県や竜王町が協力して企業誘致を進める滋賀竜王工業団地について現段階での分譲状況などが報告されました。竜王町の西田秀治町長は工業団地について県土地開発公社と協力し一日も早く企業誘致を目指し町を元気にしたいと、その意気込みについても語りました。今回は4000年の歴史を誇るつづれ織を継承する森山の清原織物をご紹介しました。新たな挑戦も続けておられましたけれども、いかがでしたか。はい、清原織物は歴史伝統をですね、次世代に継承していくんだって、そういう思いをですねおっしゃってたんですよ、はい、で本当にね、私もそうですし皆さんもそうなんですけどね、商品を手に取るときにそこに思いとかね、歴史っていうのがありますから、はい、そこから世界経済に広がっていく、これ滋賀もそうですよね、滋賀にも広がってくる、日本全国に広がって世界に広がっていく、そういうですねストーリーを描きながら商品を買う、手に取るってしていただきたいですね。そうですね、最近リーズナブルでいいものがたくさんありますけれども、古くから伝わるいいものを見ていないことにはその良さっていうのはわからないですからね。滋賀県にも代々伝わるいろんないいものありますから、ぜひテレビの前の皆さんもいいものを見て目を肥やしていただければなと思います。滋賀経済ナウ、次回もどうぞお楽しみに。はあ、あれプライベートブランドっていうんやね。いやいや、最近よう目にするしね、あれがあるとまあ買う方としてはこの選択肢がねいろいろ増えてね嬉しいのよね。確かにいいよな、でもどっちにしてもいい商品やないと売れへんから、マスターの等身大フィギュアとか絶対絶対絶対あかんで。あ、そう、そしたらどうしようかな。なんか今すっごくこう人気があって爆発的に売れてるっていうのってなんやろね。売れてるもんな、牛丼とか。牛丼？牛丼。牛丼がそんな今人気があって売れてんの？
ツとか。ピーナッツ？ピーナッツ。ピーナッツが今そんな爆発的に人気あんの？ピーナッツ好きやねー。あ、なんや、自分が好きなんかい。お肉も好きやな。そりゃみんな好きや。そんなん言うんやったら僕魚好きやで。あ、魚もいいよな。ええやろ。イクラとかウニとかも美味しい。最高やん。え、ちょっと待って、これ何の話やったっけ。何の話してたっけ、忘れた。まあいいか。